お世話になります。一人でございます。第4世代ダイヤモンドパールではバグによってアルセウスを入手できますが、実はアルセウスって最も有名な謎の場所さんに加えて全く別の個数でゲットできるコトブキシティさんと始まりの魔さんがいるんですよね。となるとこれらの非謎の場所さんはポケモンホームに送れるか気になって眠れない人は多いかと思います。私の仮説では非謎の場所さんアルセウスは存在としては謎の場所さんと大きく変わらないはずですので、別の動画で検証したやり方で送れると思っています。つまりアルセウスのような配信限定ポケモンはダイヤモンド出身設定なので、ダイヤモンドで捕まえた上で不思議な飴等でレベル100まで育てれば送れるはずです。ということで今回はコトブキシティさんと始まりの間さんのアルセウスはポケモンホームに送れるのか検証していきたいと思います。まずは始まりの間さんとコトブキシティさんのアルセウスをそれぞれ1体ずつレベル100に育成していきます。はい、じゃあ今回はアルセウスの実験体をすでに準備済みでございます。捕まえ方は別の動画で上げていますので、気になる方はそちらの動画をご覧ください。でこの複数いるうちのこっち始まりの間さんなんですが、こいつを1体ですね。でさらにコトブキシティさんのやつを1体、それを育てていきたいと思います。で育てていきたいんですが、不思議な飴はですね基本そんな多くなくて、だいたいこんぐらいしか持ってないと思うんですよ。ですのでこれはバグで増やしていきたいと思います。このバグの詳細は別の動画で解説しているので、やり方がわからない人はそちらをご覧ください。はい、じゃあここで双子ちゃんの体をいっぱい反応させてやっていきたいと思います。はい、じゃあ結構ね時間かかりましたけど、不思議な飴揃えましたので早速投与していきたいと思います。実験体にこの飴をねぶち込んでちゃんとね100レベルにしたいと思います。それではねガンガンやっていきましょう。はい、じゃあラスト1個こいつにあげてレベル100になりましたと。 OK、 サワケのつぶて覚えるということなんですが、これは忘れさせないでおきます。というのも技を覚えさせてしまって送れなくなったら嫌なので、一応ねこいつはね諦めておきたいと思います。はい、じゃあそれじゃあ1体完成しましたので、もう1体ねひたすらこっちもね上げ続けたいと思います。頑張っていきましょう。地味に時間かかるんですけどね。おっしゃ、ラスト1個です。これで100レベル OK、 こいつも100になりましたと。 OK、 さばきのつぶては諦めるという感じでございます。はい、じゃあ中身見てみましょうか。一応100レベルでちゃんと始まりの間のやつですね、冷静な性格のやつで、もう1体は能天気な性格でコトブキシティで出会ったという感じのやつですね。この2体の実験体をですね引き続き検証に使っていきたいと思います。ここからはダイヤモンドからブラック、ブラックからポケモンバンク、ポケモンバンクからポケモンホームに送っていきます。はい、それではシフトファクトリーやっていきましょう。もう腐るほどやったミニゲームね攻略していきたいと思います。はい、じゃあ DS ダウンロードプレイやっていきましょう。はい、これで選んで、はいと、はい、 OK、 来た。はい、じゃあ見ていきましょう。あ、黒いやつばっかですね。ちょっとこれどうだろう、怖いな。右行って、はい、あ、こいついけるからいけますね、謎の場所のやつで。始まりの間のやつちゃんといますね、ちゃんと黒くなってない。じゃあこいつを持って、はい、100レベルのやつですね。こいつ1体、これは先ほど育てたやつですね、ちゃんと。でさらにこっちの右側のやつのコトブキシティさんもちゃんといけますね、100レベルのやつ。こいつも持っていきましょう。でこれ実験体の数にかなりね余裕がありますので、レベル上げてないやつね、こいつ80レベルですが、こいつもね持っていけるからね試しにやってみたいと思います。始まりの間さんのやつのレベル80持ってって、残りは適当なやつですね、こいつらを送っていきたいと思います。スタート。 OK、 始まりましたね。アルセウス4体という超豪華なメンバーですよ。 OK、 OK、 よし、あと1体。なんでこんな早いの。 OK、よかった。アルセウスめっちゃ素早くてちょっとビビったけど、なんとかね、さすがに私上手くなってますので、タイム半分余らせてくれや。ブスッケ、本当に戻れませんがよろしいですか。はい、オッケー。余裕のよっちゃんで、ここはねガバノスケくんで通りますね、余裕で。オッケー、いったかな。はい、じゃあ確認していきましょう。はい、来い、頼む。あー、ちゃんと来てますね。ここはもうガッバガバですからね。レベルは100、100で80、80っていう感じですね。中身はもう始まりの間さんとか消えて新王地方からやってきたヨーダに変わっちゃうんですね。こっちもそうですね、新王地方から。みんな特に変わんないですね、ここは。やっぱここの安定感は異常でしょう。はい、じゃあいよいよ運命のポケムバ行きましょう。このゲームソフトを使うと、ご注意、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれています。待って、80レベルのやつだけだったらいいんだけど、これどうだろう。転送できないポケモン外しました。うわ怖いねこれ。あ、オッケーオッケー、2体は通ってる、ちゃんと。やば、
マジかよ、これ通るんじゃん。ガバリンコじゃん。すっげえガッバガバのガバリンコだよこれ。ガバちゃんだよ本当に。これはやばいでしょ。なんでこんな通んの。転送しますかで、はい押しましょう。もうこれ何レベルのやつが通ったか気になりますねこれ。はい、とりあえず通っちゃったということで。はい、じゃあポケモンバンクいきましょう。ポケモンバンクを使うと、このゲームソフトを使うと、よし、ここまでは普通に来れて、左側ですね見てみましょう。おし、来た来た、余裕。はい、100レベルと100レベル。あ、やっぱ80だと通れないってことですねこれ。なんだよ、なんでそれは通っちゃうの。全然ダメでしょそんな。普通に通っちゃうんだ。はい、じゃあこれで、レポート書いていきましょう。はい、余裕で通っちゃった。次はポケモンホームですね。ポケモンホームへの引っ越しとで始めると。でやっぱね、ここは安定しての通過ですね。はい、じゃあパスワード入力していきますと。はい、パスワード完了と。よし、できたかなこれで。よし、じゃあポケモンホームですね。ポケモンと剣盾と連動していきましょうか。じゃあ見ていきましょうか。どこだろう、右側かな。オッケー、来た、来ましたね、アルセウス。ちゃんと100レベルのやつ来てる。ちゃんと性格冷静のやつ、能天気のやつちゃんといますと。なんだよお前ら、なんで来れんの。80レベルのやつ来れなかったの残念ですけど、まあそれはねしゃあないよ、さすがに。もうガバ星人じゃんそれも本当に。じゃあ様子見てみましょうか。はい、オッケー、かっこいいね。アシンオチオで出会ったようだ。さすがにね、始まりの魔さんとかまではね、書かれてないのは残念ですけど、まあそれはしゃあないっすね。さすがにそこまで欲張らないんで私も。で冷静で、ちゃんといますと。はい、でこっちもねちゃんと、能天気の方のやつのやつもねちゃんとね連れてこれるわけでございますと。ただここまで一生懸命やってきて、今回はアルセウスは遅れたんですが、非正規ポケモン扱いになり、大会などで見つかった出禁になる可能性もありますので、基本は逃がすことをお勧めします。まあ私は検証だけを目的とするド変態なので、こいつとはね、さようなら、ただ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 愛しき日々よ、二度と何とか日々をありがとう。ということで検証結果、ことぶきシティさんと始まりの間さんのアルセウスはレベル100まで育てればポケモンホームに送れるでした。非謎の場所さんアルセウスはとにかく情報量が少なくて、確証のない噂話レベルの情報ばかりで送れないかとも思いましたが、やっぱり送れちゃうんすね。とりあえず送れたので、やったーやったやったやったーやったー。結局逃がしたんで処置はしてないんすけどね。